はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎の来るものは拒まず、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。で、感覚的に捉えるやり方と、あともう一個ね、えー、ちょっともうちょっと理屈、理屈で、えー、捉える、分析的に捉えるやり方っていうのね、まあ、両方知っておくといいかなと思います。特に楽器を演奏する方においては、まあ、感覚で捉えるっていうことはすごく重要なんですけれども、えー、それプラスね、もうちょっと 分析的に、えー、どういう構造なのかなっていうのが見えた方がよりあの演奏の精度とかね上がると思いますじゃあまずね感覚的に撮るやり方をお教えしますこれねもう歌で覚えてしまいますっていうのが <laughs> まあ一番多分僕が思うですね簡単なやり方っていうか誰でもできるんじゃないかなと思うやり方で歌で覚えてしまうとはいじゃあもったいぶらずに歌うと はい歌えますねせーのカットカトカッドカドカッドカドカットカドカッドカドカッドカドあんまゆっくりすぎるとね逆に難しいからちょっとテンポ上げますけどカットカドカッド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 カドブロックで叩いてみますね

で一番最初の「1」は同時に叩いてますだから「が」にしましょう「か」じゃなくてね両方叩たく時を「が」にすると「が」とかと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 はいこれが感覚的に覚える覚えるっていうか習得するやり方歌で覚えちまう「が」とかとが」とかど「が」とかど「が」とかが」とか じゃあ一応ね理屈もつけましょうと理論派の方々ねカットカットじゃちょっと曖昧ですと理由を説明してくださいという方ね説明します算数が苦手な人はうわっってなるかもしれないんだけれども一応ね最小公倍数っていうね考え方がありまして最小公倍数を考えるとこれどっちでも割り切れる 状態が作れますよくわかんない方はねこれとこれをかけたらいいこれとこれをかければいいつまり2と3かけるはい2かけ3はいくつでしょうか6ですと23が632が 6, が6なのでこれ6等分したら両方とも割り切れんじゃねえという話です上は two one two one two one two これがカウントだとしたらこの感覚を3等分してるの上は3等分なんだ、えー、歌い方はね人それぞれなんだけど一応僕の歌い方を言うと僕よく歌います下はグリッド2なんで、えー、歌い方としてはですね僕 1& エ,エンドエンドとかエって歌ってます えー、つまり one two three one two three と立ってます one two t h じゃあこれが何なのかっていうとこれがそのえっ、ー、とねそのリズムの精度を上げるとか、えー、いう話でございまして例えばね上あるじゃないですか one two one two でこの重なるところを手叩けばこれ 勝手にポリリズムになりますよねっていう話なんです意味わかるかなまずこれ1が重なりますよね1重なりますこれが上で言うとは、い、あのあにあたりますと下のすりはこれ上のいにあたりますとという観点で見るとこれはもう確実に、えー、高い精度で叩くことができますちょっとやってみますねまず上上を叩いてみるポンポンポン ワン、ツー、ワン、ツー。で、これをグリッドを含めて考える。わい、あ、トゥ、い、あ、わい、あ、トゥ、い、あ、わい、あ、トゥ、い、あ、わい、あ、い、あ、はい。で、今言った、重なるところで叩けばいいと。わい、あ。わのあと、トゥのい。わい、あ、トゥ。

はい。逆でやってみますね。逆でやってみた方が簡単だと思う。逆でやる、こっちを軸に考える、こっちを先に考えると、1 n 2 n 3 n 1 n 2 n 3 n でございました。計3発。1、2、 And and 上の打点はどこだろうっていう見るとこれ2の絵だね2の絵でこの上の2が来てるよねなので1ン・エン・2ー・こちちの方が簡単かな1ン・エン・2ー・エン・3 1ーワー これが分かったら最初の1を同時に叩けば 1&2&31&2&3&1&2&3& カード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 カ,ド,カ,ド,カドになりましたまあ分かってる方からしたらねいやそんな当たり前じゃんっていう感じだと思うんだけども一応ねあそういうふうにやりゃいいんだっていうねいうふうに。 いいいるる方もいるかなと思いますのでご参考にという感じです。でなんかこの話聞いてもちょっとよくわかんねえなっていう方はもうあのカッドカッドで覚えていただければ大丈夫かなと。<laughs> とりあえずねそんなに困んないかなと思います。で1個お役立ち情報があります。今ね2対3をやってますよね。カッド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 。はい。これ倍の長さにしたらこれ4対6になります。 はい当たり前ですよね。これを倍にしたら4対6になったので、えー、もう必然的に4対6のポリリズムもできるようになりました。はい。だからね。4、5、6。1、2、3、4。1、2、3、4。5、6。1、2、3、4。